1963年ベトナム共和国の軍事クーデターとは、1963年11月にベトナム共和国のゴディン・ディエム大統領が仏教と危機に対するジエムの対応に反対したベトナム共和国陸軍の将校の集団やベトコンの脅迫によって排除されたクーデターである。ケネディアメリカ大統領はクーデターの計画に気がついていたが、 伝報243号が国務省から南ベトナム駐在のヘンリー・カボットロジ・ジュニア・米大使に送られ、そこにはクーデターを止めないようにとのアメリカ合衆国の方針が記されていた。アメリカ大使館とクーデター首謀者とのリエゾン役を務めた CIA のルシアン・コネインは首謀者たちにアメリカ合衆国はクーデターに介入しないと伝えた。コネインは同様に クーデターの指導者に資金を提供した。クーデターはズオンバミンによって指導され、11月1日に開始された。多くの体制支持派は油断していたところを次々と捉えられて犠牲者が少なかったので、クーデターは順調に進んだ。ジエムは捉えられて、彼の弟で顧問でもあったゴディンルーともに翌日に処刑された。バオダイ元皇帝によって、 ベトナム国の首相に任命されたとき、GM の政治権力への道は1954年7月に始まった。バオダイは同国の元首だった。バオダイは GM を嫌っていたが、アメリカ合衆国からの支援を引き出すことを願って GM を首相に指名した。しかし二人は権力闘争に巻き込まれた。問題は GM が1955年10月に、 国民投票を行おうとした時に持ち上がった。この国民投票は、ジエムの弟、ゴディンヌーによって不正が行われ、新しく作られたベトナム共和国の大統領を宣言するという内容だった。ジエムはベトナムを先制的かつ身内ビーキなやり方で統治することを強化し始めた。憲法は命令と任意によって、ジエムに非常時の権力を与えるという内容であり、 犯行を押すだけの議会によって作成された。反対制派は共産主義者と民族主義者の双方で数千人が東獄処刑され、選挙では不正がはびこった。野党の候補はベトナム人民軍と共謀するという権利をかけられる恐れがあり、権利がかけられた場合には死刑に処せられた。多くの地域でベトナム共和国陸軍の部隊が投票箱に票を詰め込むために送られた。 GM は国家の運営を彼の家族の手中に収めさせて、固く保ち、ベトナム共和国陸軍の中での昇進は、実績より、忠誠心に基づいて行われた。二度の失敗した試みは GM を追放するために行われた。1960年の落下山兵の反乱は、体制支持派の時間稼ぎによって交渉が行き詰まり、鎮圧された。 1962年には、独立宮殿が二人のベトナム共和国空軍のパイロットによって爆撃されたが、ジエムを殺害することに失敗した。南ベトナムの仏教徒の多数派は長きにわたって、ジエムのカトリック教会 B 期に不満を募らせていた。公務員と多くの将校は宗教によって、昇進に差別が行われ、政府との契約、アメリカ合衆国からの援助、 ビジネスの恩恵、そして税金の控除がカトリック教徒に優先的に与えられた。カトリック教会は同国で最大の地主であり、その所有地は農地改革の対象から除外された。農村地帯ではカトリック教徒は不益労働からの事実上の免除対象とされ、カトリックの司祭たちは仏教徒の村に対して私的な武装集団を送り込んでいると主張された。 1957年には、ジエムはベトナム共和国を聖母マリアに捧げると発言した。釈迦の誕生日であるウェーサーカ祭りに、ジエムの支柱にあった軍と警察によって9人の仏教徒が殺害されると、ジエムとヌーに対する不満が1963年の半ばには大規模な抗議運動に発展した。1963年5月には、 宗教を示す旗を掲げることに対する法律が選ばれて適用された。バチカンの国旗がジエムの兄、ゴ・ディントゥック大司教の除海を祝って掲げられたのに対し、フッツキはウェイサーカ祭りで掲げることが禁止された。多くの仏教徒は禁止令を無視し、抗議活動は政府軍が銃撃を始めた時に終了した。ジエムはエスカレートする。 仏教との宗教的平等の要求に対して、非妥教的なままで、社会階層は力によって g ムを排除することを求め始めた。ヌーが率いた特殊部隊が国中の仏教寺院を九州破壊して、何千もの出家像を逮捕して数百人の犠牲者を出したとき、重要なターニングポイントは8月21日の深夜中12時の後すぐにやってきた。 アメリカのジョン・エーフ・ケネディ政権がサイゴンのアメリカ大使館に電報243号を通じて指導者交代の可能性を探る許可を与えた後多くのクーデター計画が軍によって模索され計画者は確実性が強まって彼らの活動を広げていった彼らはエムの方針が南ベトナムでの従属体制が政治的に容認できないと感じた 1963年にはジームに対する数多くの陰謀がそれぞれ独立している軍事将校によって図られた。歴史家エレン・ハンマーによると6つかそれ以上の異なる計画が練られていたらしく、これらは背広組の政治家、組合の指導者、そして大学生を含む社会全体に張り巡らされていたという。 1963年中頃に一つの集団が陸軍大佐、少佐、海軍大佐といった中堅商工によって組織された。ドマンはこの集団に所属し、南ベトナムの長法長官を務めていたチャン・キム・トゥ・エンによって調整された集団であった。トゥ・エンは独立宮殿の内部で働いていたが、近年亀裂が大きくなっていて、1962年の 初頭に計画を練り始めた。南ベトナムが警察国家であった時、竜言は多くの接点を持った力の強い人物であった。この集団に所属していたもう一人の人物は意図的に内紛を作り出し、サイゴン政府を不安定にさせた戦略、ハムレット計画の運営に失敗したが気づかれていない共産主義者だったファム・ゴック・タオ大佐だった。竜言の集団は、 ベトナム国民党や大ベトナム民族党に所属していた多くの将校を抱えていた。彼らは GM 体制の非公開政党カナオ党所属の将校と比べて昇進面で礼遇されていた。ここには空挺師団、海軍の司令官、第五師団の戦車部隊も含まれていて、そのほとんどは大体の位だった。救援の陰謀が暴露されると、彼はヌーによって追放された。 マウとタオは計画を引き継いだが7月15日に予定されていた彼らの最初のクーデター計画はアメリカの CIA のエージェントルシアン・コネインがタオの上司で陸軍の最高司令官ちゃんティエンキエム将軍に対しクーデター計画が未熟であったという理由で中止させるように指導した時に握り潰された。タオとマウの集団は計画を再開し10月24日に 全体で3000人を集めた。彼らは反乱軍を合図兵団、輸送兵団や何人かの空軍パイロットといった補助部隊からどのように将校を配分するのかを議論した。マウはティエンの亡命を受けてキエムを助け立ちした。マウはベトナム革命軍民戦線として知られた軍部と民間の反体制派の仕分けの協力を得た。 ベトナム革命軍民戦線は8月に別のクーデター計画を立てていて彼らの指導者はマウのいとこだった。タオによる10月24日のクーデター計画は彼らの若い同僚がエム c 自派で第三軍団を統率していたトンダット・リン将軍の助けなしに成功できないと上級将校たちが判断した後に中止された。将軍たちは彼らの重要な連帯の一つに 共産主義者と戦うために農村地帯へと向かわせる命令を出すことで、より若い将校たちを妨害した。より若い将校たちの計画は、キエムとマウが両方の集団に関与していたので、将軍たちのより大きな計画に統合された。クーデターが完了した後、メディアは陰謀がというンによって組み立てられて、将軍たちの計画には若い将校たちの計画が、 統合される前からタオはもっと前に進んでいたと知った。チャンバンドン将軍はより若い将校たちを逮捕させると脅迫したが、マウは彼らを保護して逮捕させなかった。サーロイテラ襲撃事件を受けて、上級将校たちは真面目に彼ら独自の計画を始めたが、単に曖昧な計画しか持っていなかった。名目上は、高い地位にいたが宮殿によって指揮権のない役職に、 追いやられていたチャンバンドン将軍は、共闘することを望んでいたマウによって探し出された。マウは後に、クーデター計画の中で上位の将軍に同行し、ズオン万民ンンは、新兵募集活動に従事した。高い地位にあったにもかかわらず、民は、ジエム大統領に気に入られず、大統領軍事顧問として使え、無意味なデスクワークをやらされて戦場に、部下もおらず、 兵士への接触も許されていなかった。マウア・ミンがグエンカーン将軍の協力を得るのを助け、彼は中部高原を見ていた第二軍団に命令し、グエンワンという大佐は首都サイゴン外側のすぐ近くのビエンホアに駐留していた第五師団に命令を出した。中によると、マウとミンはより強く反共主義政府を確立し、GM をお飾り大統領として存続させることを、 約束していたという。ディンの昇集将軍たちは、ディンの第三軍団の軍が首都周辺を見張っていたことと同様に、トンダットリン将軍の協力なしにクーデターを実行することは困難だと知っていた。彼の仲間からは、野心的でうぬぼれが強く衝動的であると見られていたので、ディンはご一家から気に入られていて、GM が権力を掌握し続ける上で責任を、 追っていた極秘のカトリック組織官ラオ等の武装部門の最高責任者に抜擢された。g ムが同じ宗教の人物を信頼し、能力より忠誠心に基づいて昇進させていたので、ディンはカトリックに回収した。ディンはサイゴンのナイトクラブで酔っ払った人物として知られ、CIA は彼を基本的な日和り見主義者だとみなした。トンダット・ディンは非公式の場で、 ジャーナリストに対しサーロイ・テラ襲撃事件の責任を主張し、私はヘンリー・カボット・ロジジュニア大使を打ち負かした。彼はクーデターを企画するためにここに来たが、私トンカット・ディンは彼を屈服させ、祖国を守ったと発言した。この頃にディンは自らを偉大な国家の英雄だと主張した。彼の自我はご兄弟によって付け込まれ、襲撃事件の後に、 多額のボーナスが支払われたと何度も述べた。攻撃後の当然とした時間に、リンはアメリカ人の顧問に、私は疑問の余地なく、ベトナム共和国陸軍で最も偉大な将軍だ。サイゴンの救世主だ。間もなくこの国の軍隊の頂点に立つだろうと述べた。すぐに開かれた記者会見で、リンは名指しせずにアメリカ合衆国に対し、 外国の冒険家から南ベトナムを守ったと主張した。鋭い質問を受けてディンは激怒した。UPI 通信社のレイ・ハーンドンがディンにどの国について言っているのかを指定するように要求したがディンは質問を交わした。ハーンドンは国家の英雄は国家を敵を特定できなければならないと述べて彼を皮肉りディンに反米的な発言で知られたマダムヌーを ベトナムのファーストレディと呼ぶことを要求し南ベトナムの敵を特定するために水を向けた。数人のリポーターがディンの発言に失笑した後、ディンは激怒して会見場から出て行った。トン・ダット・ディンは統合参謀本部の将校たちによる激論を交わしている部屋に戻り、彼の同僚はディンの自我を利用して彼らの計画に参加することを納得させようと試みた。 数回にわたる会談で他の将校たちはディンは政治権力を持つにふさわしい国家の英雄だとディンに断言し、ヌーはディンがベトナムの将来においていかに重要かをわかっていないと主張した。ディンの同僚は彼が昇進して政治権力を得ると予言させるために彼の予言師に賄賂を送ることさえした。その他の将軍たちは人々が ジエム大統領の組閣に不満を持っており、ベトナムは政治の場には会活力のある将校を必要としており、彼らの存在感がベトナム共和国陸軍での落ちていく士気を回復させると伝えた。彼らはディンに彼を内務大臣に、ズオンバンミ民ンを防衛大臣に、チャンバンミ民ンを文部大臣に、ジエム大統領に推薦するように助言した。ディンと彼の部下の将軍たちは宮殿で、 ジエム大統領と面会し、そこでディンは大統領に内務大臣の職を求めた。ジエムはディンの同僚の目前で彼をあからさまに避難し、休暇のためと称して、サイゴンの外側の中部高原のリゾート地、ダラットに追放するよう命じた。ディンは彼の同僚から成功すると聞かされていたので、屈辱を受けてうろたえた。ご兄弟はディンの要求に驚いて、彼を監視下に置いた。 ディンは宮殿との関係がさらに緊張していることに気がついた。彼が野心的な性質を持っているとしても他の将校たちはディンがクーデター計画に加わることに懐疑的で彼が GM 側に寝返った場合には暗殺することを計画していたがディンはクーデターに加わることを了承した。ディンの軍らしにはクーデターを実行することは不可能だった。10月中旬までには GM 大統領とヌーは、ベトナム共和国陸軍の将軍や大佐たちが、クーデターの計画を練っていたことに気がついていたが、たとえティンが、閣僚ポストを要求した後にご兄弟が彼に用心、深くなっていたとしても、ディンが彼らと固く結びついていたとは知らなかった。ヌーはそれから将軍たちの裏を書く対抗クーデターの計画を立てた。将軍たちはこれを聞いて、 ヌーに対抗しなければならないと決定した。他の将軍たちはそれでも、ディンを疑っていて、彼が裏切って宮殿に寝返るのではないかと思っていた。とんだッとディンが、ヌーの計画に呼び出されたと判明し、彼が実際に、どちら側に属しているのか、不明確だったので、彼らはもしディンがご一族を引きずり下ろすのを助ければ、彼を内務大臣にすると約束した。ディンから保証を得たので、 将軍たちはより若い将校たちをなだめ、彼らのクーデター計画は将軍たちの計画に統合された。将軍たちの計画の一部として、リンは第七師団の司令官部位、リンダムや二人の連隊司令官、総甲部隊の司令官、第七師団とミトの地域長の双方と話をさせるために、軍団の副司令官だったグエンフーコ大佐をミトに送り込んだ。 GM 政権が軍を掌握し前に進めることが不可能になったことを理由に彼らにクーデター計画に加わることを進めて、リンがそうしようとしている間に彼はクーデター計画に参加していた。サを以外のすべての将軍に述べた。一つの文書によると、リンは GM 支持派のために GM とニューにこの行動を報告するつもりで、宮殿に取り入るためにごまをする演技をする機会を 狙っていたという。ヌーのエージェントが会話を耳にして宮殿に報告した。ご兄弟がディンに直接会って、ミトで何が起きているのかを報告させると、トンダットディンは彼の代理人の行動に驚きを装った。彼は泣き出して、あなた方が私を疑っているからこれは私の過ちです。私は悲しかったから、この15日間仕事をせず、自宅に待機していました。 しかし私は、あなた方に対抗するつもりはありません。私は、あなた方に信用されていないと知って、悲しいです。グエンフーコは揉め事を起こすために、私がいなかったことを利用したのですと言った。ディンは大声を上げて、彼の代理人を殺害させたと誓って、この行動について何も知らなかったと主張した。ヌーはこれに反対思考が、計画立案者を捉えるために生きていてほしいと述べ、 これを達成するために、ディンを利用しようとした。ご兄弟がディンに不信感を持っているにもかかわらず、ご兄弟はこれを問題化せず、ディンを昇格させると話した。ヌーはディンとプンに命令し、この二人はベトナム共和国陸軍からではなく、宮殿から直接命令を受けていたが、ご一族に対する偽装クーデターを立案するように命じた。ヌーの目的の一つは、 反 GM 派を騙して偽装クーデターに参加させ、誰が参加しているのかを特定し排除することだった。宣伝のもう一つの目的は、世間の人々に GM 体制が強固であるという間違った印象を与えることだった。オペレーションブラボーというコードネームが付けられ、計画の第一段階は何人かの GM 支持派の兵士を外見上は裏切り者の下級将校によって導かれた。 反乱分子として偽装クーデターをでっち上げ、首都を荒らすことに関与させることだった。最初のクーデターの作り上げられた混沌の間に偽装されたジエムシ示派は暴動を起こし、その後の破壊活動でズオンバンミン、チャンバンドン、デーバンキムといった将軍や彼らを助けようとしていた下級将校を殺害する計画が立てられた。ジエムシ示派やヌーの地下人脈役も同様に 名ばかりで相対的に無力な副大統領グエン・ゴックとやベトナムで軍事顧問として任務についていた CIA のエージェントルシアン・コネイン、そしてロッジといったクーデター計画に加わっていた何人かの人々を殺害する計画だった。仏教徒や学生の反対運動の指導者たちも同様にターゲットとされた。彼らは中立派で親共産主義的分子とされて非難された。 GM とヌーがブンタウエと逃亡している間に、トゥンはそれから指名されることに同意していなかった、反 GM 派の活動家で構成される革命政府の樹立を告知した。偽の対抗クーデターがその後に続いて、それによって、ディンの軍隊と同様に共産主義者と戦うという名目で、サイゴンを出発し、トゥンの部下立は GM 体制を確認するために、 誇らしげにサイゴンに再突入した。ヌーはそれから反体制派を一斉検挙した。二重エージェントになっていたディンは偽装クーデターの任務に配置されて首都の南に駐留していた第七師団を統率することが追加的に許された。この師団は以前はメコンデルタの第四軍団の任務についていた GM 支持派の将軍ヒュンバンツァオに割り当てられていた。 第七師団の最割当ては、第三軍団に、最後の完全な包囲を与えた。彼が1960年のクーデター未遂の頃に、言ったように、包囲は、サガが GM を救うために首都に突入するのを防ぐ。この準備は体制に使えるというディーンの仕事をより、簡単にすると思われたが、それは五一族を引きずり下ろすために利用された。ヌート・トゥンはディーンが、 反乱軍への忠誠心に気がつかないまま騙された。ディンはトゥンに偽装クーデターが大量の人員を雇用する必要があると言った。彼は鎧が危険なので戦車が必要だと言った。ディンは首都で新規の軍が必要になったと言って、もし我々が首都に蓄えを持ち込めばアメリカ人が怒りますよ。彼らは戦争をしているわけではないと文句を言うでしょう。だから我々は 特殊部隊を国外に出すことで、我々の計画を偽装しなければなりません。これで彼らは騙されるでしょうと続けた。ディンの本当の意図が、反乱軍でサイゴンを襲撃し、軍の大制支持派をご一族を守ることができない、農村地帯に閉じ込めることだったという考えは、ヌーにはなかった。カトリック教徒が死者の日を準備しているときに、その翌日の諸聖人の日11月1日に、 ヌーの偽装クーデターが始まった。これによって交通量が少なくなり、軍は自由に道路を動けるようになった。将軍たちは、ディンとヌーとの関係を利用するために、本当のクーデターを同日に開始することを決定した。軍事安全長官で、クーデター計画首謀者の一人だったドマウ大佐は、間違ったデータを用いて、軍事情報部の報告を撤ち上げ、 共産主義のベトコンが攻撃のためにサイゴンの外に集結していると主張した。彼は GM 大統領トヌーを共産主義者と戦うために首都の外に特殊部隊を送ることに同意させた。トゥンとヌーは4つ全てのサイゴンを拠点とする特殊部隊を10月29日にサイゴンの外に送ることで合意した。GM のもう一人の弟、ゴディンカンはマウを疑い始め、宮殿に伝えた。 陸軍参謀総長のチャンティエンキエム将軍に、マウを逮捕させようとしたが、自らもクーデター計画に関わっていたキエムは、意図的に先延ばししたので、マウは、自由なままだった。そうしている間に、ご兄弟にしてみれば、エム支持派を首都へと呼び戻すには遅すぎた。こう信用していなかったので、エムは10月31日にラムバン・ファット大佐を第7師団を統率させた。 伝統に従えば、ファットは、師団の統率を始める前に、舞台指揮官に表敬訪問をしなければならなかった。ディンはファットに会うことを拒否し、クーデターが進行中の彼に、金曜日の午後2時に、再び来るようにと言った。そうしているうちに、ディンはドン2第7師団の統率源を子に移すという、取り消し命令書に署名させた。ありがとうございます。